そんなのんきな音楽流されても。これまでのあらすじ。魔王ウルノーガを倒すため天空魔城に乗り込んだアイヌたち。天空魔城の番人である六軍王の一人蛇竜軍王ガリンガを倒し、一行は城内へ向かう。さあ、ってことでめっちゃでかいな扉、やば。こういう扉さ、なんかドラクエいつも多いけど、どう開けんやろね。はぁ、中に入ってきてしまった。ね、あっこなんかおるよね。確実に何かしら。なにこれ、戦うやつ？あ、いや、普通にあれか。フィールド上におるモンスター的なあれですね。これ真ん中通って、いやー反応しないで、怖い。怖い。うわー、もうなんか嫌だなー。なんかどこに行けばいいとかがよくわからんねーけど、とりあえず何このなんか他と違う感じの扉かな、わからん。扉が多すぎて混乱しそう。あ、なんかちょっと巨大な竜が守りよるけん、きっとこっちの方向で。あ、宝箱や。なんか一斉に狙う。あー、怖い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 、やめてよー。つら。しかし襲っては来ないっていうね、この不思議。メタルのかけら3個ゲット、やったね、あざーす。ありがたくいただいていきます。もうあれ確実にさ、周りからわって寄ってくるパターンのやつやと思うけど、ちょ、やめてやめて。ふぅ、何ここ、え、何ここ、何ここ。上に乗ると沈みそうだ、乗れと。これでなんか、あ、封印されとったってこと？あの扉。この階の西側にある扉の封印が解けたようだ。はぁ、あ、はぁはぁ、そういう感じか。封印が解けたら解けたで、なんか何がなんだかよくわからんくなりそうやけど。封印されとったのどこ？西側とは、ここのことかな。これ入り口？こう入ってきたんかな？あ、こう入ってきたんか。ってことはここが解けたってことやね。はい、入りまーす。ことは、あっこの赤入り封印、赤？青？赤か。赤い封印を解くところも、どこかにあるはずってことよね。本当にちゃんと進みよんかな、私。なんか普通に不安になってこん？これ。何かしら怪しげな像の前に、ワープっぽいものがあるんやけど。ん？え？何？これは一体。じゃあもうワープするわ私。あの像すごい不気味ないけど、やめてくれんかな。で、どこに着いたんこれ。なんかよくわからんけど、ん、もしかして反対側。え、どこなんやろ、ちょっとよくわからないわ、まあ、とりあえず進んでいきますか。なんか変な声が聞こえたような気がする。ん？ここは、あ、え？もしかしてそっち側に何かが。ここに扉あるな。でも多分この巨大なモンスターが立っている扉の奥の方が怪しい。いきます。ん？外に出てきた。宝箱だっけ？ぽいね、ぽいね。鬼神の魔装を見つけた。これだけか。まあでもね、いいものなんかもしれんけど。じゃあとりあえずこっちの扉行きます。この緑と赤はなんか意味があるんかな。行ったことある場所が緑とか。いや違うな、あのマップで見るところの赤い方が重要とかかな。あ、ここに来てやっと、やっと封印が解ける。え、なに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 、違う、なんか出てきたよ。あれ乗れるってこと？え、乗ろ？ちょっと鳥肌が立ったんやけど。ほら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 。ん？あんなものができたのはいいんやけど、でも結局渡れはせん、動かんねやね。ってことはこっち側にさらになんか足場ができる仕掛けみたいなのがあるんやない？
多分またきっとこっち側に同じような仕掛けがあって、それを踏めばさらに足場が増えて渡れるようになるみたいな仕掛けやと私は思う。うん進んでこ進んでこ、ん、行き止まりじゃないよね多分。あの赤い扉の先や、赤い扉っていうかあの赤い印の先や。ここほらあった。やっぱり予想通り。お、これでいける。え、でも向こう側には渡れんのや。なるほど。とりあえずあの左右に行けばいいってことかな。で、これで左右に行って、そこでまたさらに何か足場が増えたり、まあいろいろするんじゃないかなと思います。なんかおるけど、確実に避けられない戦いのやつやんね。え、動こう？ね、もうちょっと動いてさ、なんかちょっとあの私がさ、そこを通れるようにとか。お、動いてくれたやん、ありがとう。お、はい。お、これでいける。え、ってことあっち側は？天空魔城の最深部につながる道が開いたようだ。ふぅ、最深部につながるよ。ちょ、どいて、どいて、どいて。超邪魔。あはほら。やっぱり確実に当たるは当たるんや。へぇ、つらい。こっちに進めばよろしいのかしら。こっちやね。魔王の神殿最深部へ。あ、なんか宝箱あるやん。出てきやったら笑うけど。賢者の聖水4つ、ありがたい。よし、行きます。あれ？何もない。ちょっと待って、入ったらすぐになんかあるんかと思ったやん。紛らわしいな。まだなの？え、まだなの？ちょ、早く走って、早く走って。あ、あっこになんかありそうな感じかな。ポールみたいな感じになってるね。お、なんかおる。魔王？魔王です。お、くすん、くすん。なんか泣きおる。まさかこの声は、誰？は？え？なぜ？そこにいるのはお姉様？聖女なの？あ、アイナも一緒なのね。でもベロニカっぽくなくない？泣き夜とか。アイナ、寂しかったわ。ずっと一人だったから。ずっとこれ幻やん。ベロニカの性格じゃなさすぎるし。あのね、アイナ、一つだけお願いがあるの。今すぐに死んでくれないかな。嫌だわ。だってあんたも思ったせいで私死んじゃったでしょ。あんただけ生きてたら不公平じゃない。絶対そんなこと思わんけん、ベロニカ。だからね。死んで、自らの死をもって償って。もっと生きたかったのに、あんたのせいでこうなっちゃったんだからさ。怖い怖い怖い。消え失せなさい、悪しき幻影よ。気高きお姉様はそのような言葉を口にしない。あなたはお姉様なんかじゃないわ。幻。グオー。お、消えた。強くなったね、セーニャ。お姉様は最後まで希望を持っていた。決して後悔などしていない。こんな胸くそ悪いものを見せる奴は一人しかいない。姿を見せろ、ホメロス。おお、そっち？ホメロス？マジか。なになにも怖い。大好きなお姉様を思う心。クックック。愛というやつか。くだらない、くだらない。来たよ、来たよ、ホメロス。ここで決着、ホメロスとの。頭おかしそうな服着てんな、なんか。何その趣味の悪い服。グレイグ、まだ生き延びていたのか。相変わらず執念だけは立派だな。そのしぶとさ、尊敬に値するよ。さて、
ここまで来てもらってなんだが、この先はウルノーガ様がおわす領域でな。貴様らが入っていい場所ではないのだよ。今すぐご退場願いたいところだが、虫けらが頑張ってここまで来たんだ。記念にこの魔軍司令オホメロスが貴様らを直々に葬ってやろう。絶対強い。やだわやだわ。だってさ、その辺におった普通のモンスターでも強いやつ結構おったんよ。もう絶対嫌やんホメロスとかめっちゃ嫌やん。うわー、せっかくイケメンやのにもったいないことしちゃって。うわー、あ、でもこれはこれでなんか好きそうな女の人おりそうどうだグレイグ、素晴らしいだろうこの体、この魔力。俺は貴様を超える力を手に入れたのだ。私はさっきの姿の方が好きやけどね。ホメロス、本当に魔物になってしまったのか。行くぞ、貴様らの屍をウルノーガ様に捧げてくれるわ。もともとはいい人やったんよね、多分。魔軍司令ホメロスが現れた。くっ、ちょっと待って、速攻でオーブの力放つやん、早くない早すぎません？ちょっとやめてよね。ベホマ、みんな頑張って頑張って、そうそうそう、攻撃力も上げていこう。全員一気に上げれたらいいのにな。ね、めんどくさいよねベホイム、あ、なるほどね、2回ね。でも1回1回のダメージがめちゃくちゃでかいんよね。聖にあっという間にやられそう聖にはあれか、防御が低いんかな。ね、結構体力削られていくよね、あっという間に。もうほとんど回復だけみたいな。あ、それハッスルハッスル。全然攻撃ができないんですけど。びっくりした、一発でやっつけたと思ったホメロスホメロスの方じゃなかった。え、てか呼び寄せた仲間めちゃくちゃ弱いねちょ、びっくりするぐらい弱いね。どうした、そんなやつ呼ぶ必要あったか。やめてよー、ゾーンなのか。ちょ、やめてください、ゾーンに入らないでください。びっくりした、もうすでにちょっとダメージ結構いったんかなって思ったけど違うよね。クイーンミッチ、ダメージは結構与えるよると思うんやけどな。セクシービーホメロスからしたらだいぶ嫌なダメージの受け方やとは思うけどね みんなで回復し合う。タイガークロー、結構いい感じにダメージ与えるようやないこれ。なんかな、音とか勢いはすごい感じないけど全然ダメージが伴ってないんよねこの技がすごいね、ダメージでかいんよね。デホマラー、お、もう一回。あー、やめて。頑張ってこ、頑張ってこ。まあね、アユナは普通に攻撃しただけでも結構なダメージ与えれるけど。お、ゾーンに入ったよ。しかし攻撃が当たらない。サキュバスウィン、こういうのでダメージ受けるのめっちゃ嫌そうシルフィアさんの攻撃とか基本的に嫌な感じやろうね。うわー、また、なんなん、仲間そいつしかおらんのもうマルティラの MP がやばいな。使えるんかな16。いける？マルティラとシルビアさんも結構ね、結構な。そんなやつに使うなよそいつは普通の攻撃でよかったよ全然。お、ゾーン
入った入った、ありがとう、バイキルト大事ね。さあこれでちょっと、お、アイナもゾーンに。勇者の舞、みんなどんどん連携してこう。いいぞいいぞ、攻撃力アップの効果。あー、しかし私のダメージがひどい。いやー、やめてよー、ありがとう。じゃあマルティナの MP を回復させたいな。うぃー、つらい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 、ハッスルハッスル。スケイ、お、マヌーハ、ふわ、やば、そんな頑丈な見た目でしかも素早く動けるんやね。ヘイペホマ、ゾーンに入ったぞ。そして速攻で解き放っていく。お、いいんじゃないいいんじゃない。あ、倒した。え、早かったね、あっという間やった。ちょっとびっくりしたんやけど、気が抜けた。魔軍司令を褒めろ、そうやっつけた。イエーイ、グレーグレベル73。この後の魔王が結構かかるんかな。まあラストやもんね。まさかそんなバカな。俺は六軍を束ねる魔軍司令。この俺が貴様らに敗れるというのか。まあ、そういうこともあるよね。大丈夫、死ぬの？ホメロス。なんかやり直しとかないの？できないの？人生。またそうやって、お前は俺の先を行くのか。お前が称賛を浴び、光り輝くほどに俺は影になっていった。なあ、グレーグよ。俺はただ、お前のようになりたかっただけなんだ。いや、悲しいよー。あ、消える？なんか、ねえ、人間に戻って、ちょっと分かり合えたりとかするんかと思ったのに、切な、先を急ぐぞ。ね、ほら、最後消える瞬間、見てもなかったやん。つら。あれなんや。そんなのんきな音楽流されても。アイナはシルバーをボートに戻した。へぇ、やり直すチャンスみたいなのを与えられんのやね。つら。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんか結構ね、こう、グレイグとホメロスのストーリーがあったりとか、いろいろ引っ張った割には、あっさりホメロスやっつけて、しかも、ね、なんかその後、ホメロスとのやりとりも特になく、あっさりと散っていったね。つら。